はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は帝都の月山スリーパープキット PC 版レイテオ機械戦シナリオの続きプレイをしていきたいと思います。前回はですね、ガダルカナル島攻略を行いました。でその後ですね、時間経過してまして、まあ、お互いにおそらく戦力を再編していたのかなというふうに思っていたんですが、米軍の方はですね、我々の一枚上で言ってまして、空母6、戦艦5、巡洋艦8、駆逐艦12、輸送船31という、はっきり言っても大艦隊と言っていいと思うんですけど、この艦隊がですね、おそらくポートモレスビー、ガダルカナル、どちらかの攻略に向かってきていると思われます。で、我々の艦隊は今じゃあどこにいるのかというとですね、サイパンの方に第10艦隊、これはもう完全に輸送船という艦隊です。で、マーカスの方に第2、第6、まあ、主力艦隊ですね。戦艦ヤマト・ムサシの、第2艦隊。それと、小沢さんの第6航空艦隊。この艦隊をマーカスに入れています。これはウェイキーを攻略するためにですね、マーカスに集結させてたんですけども、まあ、そうも言っていられない状態になりましたので、この後すぐにですね、ガダルカナル、ポートモレスビー方面に転進させます。まあ、一つ言えるのはですね、まあ、絶対に持たない。ガダルカナルにしろ、ポートモレスビーにしろ、あの規模の艦隊に攻められたら、絶対に持たないんで、取られたら、すぐに取り返すしかない。まあ、そういう観点からですね、この第2、第6、両艦隊、いずれも、ウェイキー攻略のために用意した艦隊なんですけども、これをですね、ポートモレスビー方面に、向かわせます。そうしないと、ポートモレスビー、ガダルカナル、ラバウルも含めて、この一帯が敵の勢力に奪われてしまうかなというふうに思いますので、急行させます。で、奪われた後取り返すという作戦ですね。これを維持させるのは多分無理だと思うので、取られた後取り返すという作戦です。いや、アメリカ軍、本当に強いわ。改めてアメリカ軍の強さを思い知らされましたね。石油も今補給中だからな。ポートモレスビーも石油物資がないっていう状態ですね。航空戦力は失いたくないので、もし、敵の攻撃がどちらかというのが判明したらですね、すぐにでも航空隊は引き上げましょう。ポートモレスビーだな、この動き。まあ、できるだけね、敵の輸送船を中心に破壊をしていきましょう。で、陸戦隊が上陸されないように、一番最初にそこを考慮していきます。敵の攻略目標がポートモレスビーである可能性が高くなりましたので、ポートモレスビーからですね、基地航空隊をもう引き上げさせました。持たないという判断ですね。なので、ウェバクに交代して、ウェバクとラバウルからですね、攻撃を加えていくという作戦に変更しました。ではラバウルの基地航空隊で敵の艦隊を攻撃していきます。敵の輸送船を左右線に狙っていきましょう。前期出撃です。航空隊のチームは5チームに分けます。できるだけ数を減らしておきましょう。はい、アメリカ軍の第1艦隊ではなくて第5艦隊でしたね。空母2隻を撃沈。これいずれも軽空母でした。輸送船を4隻沈めています。で、巡洋艦2隻を撃沈。おそらくですね、第1艦隊、アメリカ軍の第1艦隊空母6、戦艦6っていう、これよりも大きな艦隊がいるんですけど、もうポートモレスビーに肉薄されていると思って良さそうですね。ここにいるのが、おそらくアメリカ軍の第一艦隊。18機か。18機ではちょっと出れないな。我慢しましょう。いや、アメリカ軍、本当に、攻撃力、凄ましいですね。間に合う可能性は非常に薄いので、先ほどお話したように、味方の艦隊で取り返すと。ここにいるのが第6艦隊、第2艦隊ですね。今ポートモレスビーに向かってもらってます。
敵の艦隊、やっぱり2個艦隊は入り込んでますね、ここにね。41機、出撃はさせられないな、41機だと。もうちょっと我慢しましょう。オートモレスビーはもう取られるのを覚悟の上。で、取られた後ですね、懐深く呼び込んだ敵の艦隊と陸戦隊を殲滅するという作戦です。では、ウェイワークの基地航空隊からも攻撃を仕掛けていきましょう。前傾出撃です。アメリカ軍の第一艦隊、直縁の数が102。ウェイワークの基地航空隊が壊滅状態に追い込まれてますね。空母6戦艦5、巡洋艦8。いや、強い。これは本当に小沢艦隊の到着が待たれますね。ですね、敵の艦隊の動きがちょっと読めなくなってます。ポートモレスビーに来るのかなと思ったんですけど、ポートモレスビーを越えて、ポートダービンとか、そっちの方に向かってるんですよね。これはこれでちょっと怖いなと思ってて、艦隊もそうですし、基地航空隊もそうなんですけど、全部太平洋の方に集中させているので、これもしオーストラリア経由でインド洋方面に出られたり、あとはマレー方面に出られたりすると、もうどうにもならないという状況になるんで、ここはね、沈めに行きましょう。アメリカ軍の第一艦隊。直縁の数が多すぎるわ、本当に多い。この数だとなかなか、艦隊のね、直縁を蹴散らせるっていう状況にはならないですね。敵の艦隊ロストしました。もう場所がわからなくなってます。お金を使って工作員を一度ポートダービンに入れましょう。で、ポートダービンに敵の艦隊が入るようであれば、追撃せざるを得ないかなと思います。ただここね、ポートダービンで300機以上の敵の航空隊が配備されているので、ここにはできれば近づきたくなかったな。まあ、追撃できるところまでは追撃していきましょう。もうここはコンピューターに任せちゃいます。一石撃沈ですね。はい、第6航空艦隊がポートモレスビー近くまで行きました。第2艦隊はポートモレスビーに寄港させています。そしたら、ここでね、アメリカ軍第5艦隊に空撃を加えて、出動命令行きたいと思います。前傾出撃です。第一艦隊はね、完全取り逃しになりますけども、せめて、空母1個は仕留めておきたいかな、というふうに思います。はい。敵の空母は仕留めましたが、戦艦が硬い。とにかく硬いですね。アメリカ軍の第5艦隊は、まあ、事実上ね、陸戦隊はなくしましたけども、空母もなくしましたけども、戦艦6が残っているという状態です。一方、我々の方は航空機77機未帰還という大損害ですね。もう航空技術の差でね、もう相当戦力差が出てしまっているので、航空機が出撃したら出撃した分だけ沈んでるっていうね、本当に厳しい戦いになってます。問題は、あとはアメリカ軍のね、目的が不明なんですよね。どこに向かっているのか。全くわからないんで。ここはね、敵の空母いませんので、自動選択でお任せしちゃいます。駆逐艦一隻を撃沈。戦艦はやっぱり沈まないよな。ラマウルからもう届かない、ギリギリ届きますね。19機。まあ、ここは出撃を見送りましょう。
オートモレスビに、オートダービンからの攻撃。まあ、来るよね。そしたら、第2艦隊は、一度トラックまで撤退しましょう。ここにいると危険なので。まあ、このニューギニア海戦と言っていいと思うんですけど、この海戦は、得るものはほとんどなかったかな。まあ、失うものもなかったんですけど、一方で、敵の艦隊のね、目的地が不明なので怖いですよね。このままインドネシア方面に抜けられると、もうまともな、迎撃ができずに、まあ、次々と攻略されてしまう恐れがあるので、敵の目的地をやっぱり明らかにしたいですよね。ここでですね、アメリカ軍の第一艦隊が引き返してきている風があるので、艦隊決戦を挑みましょう。できるだけ我々の勢力圏内で戦いたいので、勢力圏内で待ち受けて、敵が引き返してきたところをですね、駅地航空隊と、第6艦隊、小沢艦隊の空母艦載機、さらに、接近してくるようであれば、大和武蔵でとどめを刺すという戦いをね、ちょっと想定します。アメリカ軍の動きが本当によくわからないんですよね。これ戻ってきてそうな動きをしてるので、戻ってきてるのであれば、これ迎撃したいんですよね。さらに敵の艦隊？いや、本当に無尽蔵だな、アメリカ軍の艦隊は。コンピューターにお任せしちゃいますが、空母1隻を中大破ですね。これ、さらに36隻ってさ、いや、アメリカ軍の艦隊、どうなってるんだ。原油戦力ではちょっとどうにもならないな。新しい空母がロールアウトしてくるのかですね。今からちょっと皆さんにお見せしますけど、一番早くても3ヶ月後なんですね。昇格型が。で、風林火山型、二次型の、SX 級に対抗するために作った大型正規空母。で、風林火山、一番艦にありますが、これが3ヶ月後ですね。なんで3ヶ月間持つかっていうと、この海域持たせられない可能性があるんですが、まあ、ポートモレスビーは陥落してもいいと。ガダルカナル島も最悪陥落してもいいと。ラバウル上枠の基地航空隊で、迎え撃つっていう作戦なんですけど、その基地航空隊がね、まあ、消耗しているっていうね、いう状況ですね。まあ、これはもう完全に、飛行機の性能の差だと思います。ラバウルも上枠もですね、練度は非常に高い部隊になっているので、まあ、それがね、ここまでやられてしまうというのはもう一重に航空戦力の質と量の差かなというふうに思います。アメリカ軍の第2艦隊でしたね。ここも空母6、戦艦1。いや、アメリカ軍の第1艦隊に空母6、まあ一隻撃沈したので空母5ですね。で、アメリカ軍の第5艦隊空母3、まあ、空母2を撃沈したので、今空母1隻。で、新しく現れたアメリカ軍の第2艦隊、ここに空母6っていう状態です。なので、レイテで壊滅させたはずのアメリカ軍の空母艦隊なんですが、第1艦隊で6、第5艦隊で5、3、第2艦隊で6っていうね、合計で、15。我々が一隻も空母、新しく、送り出せていない中ですね。少なく見ても15。で、他にもね、マリアナ沖とかで空母沈めているものがあるので、おそらく20隻近くですね、この戦いが続いている中で、続々と投入をしてきているというのがアメリカ軍ですね。
いや、しんどいなぁ。いよいよでもこれポートモレスピーに接近してきてますよね。まあ、とりあえず、ダメ元で攻撃を仕掛けていきましょう。アミレガ軍の第一艦隊ですね。陸戦隊さえ壊滅させれば一旦攻撃を受けたとしても、奪われるっていうことはないので、まあそういう状況を避けるっていうのも一つの手かなとは思うんですけどね。では空撃かけていきましょう。空母同士の殴り合いですね、ここは。できれば空母沈めておきたいかなと思います。はい。敵の空母2隻を撃沈、2隻を中隊派。残り1隻にしています。アメリカ軍のね、第一艦隊を追い詰めていますので、とどめを刺したいかなとは思うんですけど、第六航空艦隊の消耗もかなり激しい、厳しい。まあそういう状況ですね。それに新手のアメリカ軍の第二艦隊。これの迎撃となると本当に苦しいです。はい。アメリカ軍の第一艦隊から空母2隻をさらに撃沈。まあ陸戦隊も叩いてあるので、もう上陸されることはね、このアメリカ軍の第一艦隊と第五艦隊はないんですけど、このアメリカ軍の艦隊の動きが謎だな。何がしたかったのかな、最終的に。完全に不明ですけど。まあ、ただ叩けるときに叩いておきましょう。こんだけの数のアメリカ軍の艦隊を叩けるチャンスってそうそうないと思うので、潰しちゃいます。で、第二艦隊の方はガダルカナル島に入れますか、一度。アメリカ軍の動きがわからないからな。ただ、石油がもうちょっとないからな。ビアクに退避させるしかないな。ビアクで石油を補充しましょう。まあ、その石油も潤沢にあるわけではないので、ビアクの後ペリリューまで撤退してペリリュー。まあ、トラックも全然石油ないので、となるとやっぱり石油のあるサイパン、グアムまで撤退かな。アメリカ軍の第二艦隊がまだ健在ですからね。一旦アメリカ軍の第一艦隊と第五艦隊は撤退行動に入ったようですけど、第二艦隊の行方をロストしているので、第二艦隊がね、向かってきている可能性というのは、まあ、十分に考慮しておく必要がありそうです。で、この後なんですが、アメリカ軍に対応するためにですね、ヤマト・ムサシはトラックに向かわせるんですけど、ビアクに入った後、第六航空艦隊は、まあ、燃料を補給した後ですね、この海域で一旦回避、第二艦隊の動きを見極めてからトラックに戻します。はい。アメリカ軍の第一艦隊の正規空母ヨークタウンを撃沈しました。これでアメリカ軍の第一艦隊と第五艦隊の空母は壊滅させています。合計9隻の空母を仕留めたという大戦果なんですけど、味方の航空隊は壊滅。この状態でアメリカ軍の第二艦隊がね、どこにいるのかわからないっていう状態です。航空機の生産のラインを見ましょうか。あ、少し増えてるな。70まで増えてますね。そうすると今、冷戦後2型の改造型がライン数15。まあ、これ1週間で製造される数ですね。水星が8、流星が8、月光が10。新山が14っていう状態なので、これ新山の数を増やしましょうか。それか、冷戦か。いや、新山の数を増やしましょう。基地に配備する航空機が今ないので。はい。というところでね、今回はニューギニアで海戦を行いました。アメリカ軍の第一艦隊と第五艦隊は壊滅させましたが、一方でアメリカ軍の第二艦隊に行方がわからないという状態の中、基地航空隊がほぼ壊滅しているという状態です。本来はね、ウェイキーの攻略をしようと思ってたんですけど、ウェイキーの攻略は少し先になるかなという状態ですね。
では今回はここまでさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。